Keiichi! What happened? Ah... Sorry, I was ちゃんと病院は行った?お薬は飲んだの?うん、まあ一応。一度生活のリズムを崩すとなかなか戻らないんだから。それ、起きて起きて。病は気からって言うのよ。 顔洗ってらっしゃい。ご飯はもうできてるわよ。もうレナちゃんが来るまであまり時間がないわよ。そうそう、居間の壁にボタ餅を投げつけたのはケイチ?ダメよ、あんなことしちゃ。お父さん怒ってたわよ。 そんな虫のいい話あるわけ? ご飯冷めちゃうわよ。急いで降りてらっしゃい。早くしないとレナちゃんが来ちゃうわよ。あ、今行くよ。 Thank you.
ほら、レナちゃん来ちゃったわよ。急いで急いで。そう？あ、あ、大丈夫だよ。よかった。じゃあ行こう。みーちゃん待ってるよ。なのにさとこちゃんね、絶対にできるって意地になっちゃって。うん、それで？さとこちゃん不吉っとだから何度やってもできないの。はう、かわいかったんだよ。あれ？ケイチちゃんにレナちゃん。今日はちょっと遅いんじゃないの？ミオンちゃん、先に行くって言ってたわよ。あ、ミーちゃん怒ってるかな？怒ってるかな？早く行こう、ケイチくん。ケイチくん笑った。え、なんだよ。ケイチくん、今朝もなんか元気なかったから、まだ風邪が治らないのかなって思ってたけど、大丈夫みたいだね。だね。で、ケイチくん。昨日のおはぎ、ちゃんと食べてくれた？ケイチくん？あ、
お？うまかった。そうなんだ。で、全部食べたのかな？かな？いや、全部は食べきれなかったからさ、まだ残ってるんだよ。あれれ？どれがレナが作ったのか当てる宿題はどうなっちゃったのかな？あの宿題って今日までだったっけ？うん、今日までなんだよ。みーちゃん怒るよ。きっと罰ゲームだね。実は、調べてみたら、竜宮さんは引っ越しの少し前に、学校で謹慎処分を受けているんですよ。なんでも、学校中のガラスを割って回ったんだとか。
でですね、そのカウンセリングをした医師のカルテに、レナさんの会話内容が記載されているんですがね、その中に出てくるんですよ。結構。何がです？出てくるんですよ。お社様って単語が。お社様っていう幽霊みたいなものがですね、夜な夜な自宅にやってくるっていうんですよ。枕元に立って自分を見下ろすんだって。ケイチくん？さっきから変な顔してる。なんでだろう、タロウ。休みのケイチさんにはお似合いですことよ。ケイチもレナもおはようございますです。おはよう、さとこちゃんにリカちゃん。なんなんですの？張り合いがありませんわ。ケイチ、まだ本調子じゃないみたいです。うん、だから今日は加減してあげてね。よっケイちゃん、しっかり休んできた。ああ、おはよう。
んだなんだ。ずいぶんと覇気のない挨拶じゃん。差し入れのおはぎ、ちゃんと食べてくれなかったの？やっぱ食欲がなくてさ、いくつかは食べたけど、だいぶ残しちゃったんだ。あれ、じゃあ宿題は？どれがレナの手作りかってのの回答は？ケイチくん宿題忘れなんだって。ありゃー、じゃあ仕方ないね、罰ゲーム。いい加減にしろよ、前原圭一。お前、命を狙われてるって自覚あるのかよ。
甘えるな、ケイチ。帰り支度とはあんまりですことよ。あれ、ケイチくん、今日は都合悪いのかな。この今日こそ二人で大勝利。いや、いい。ごめん、一人で帰れる。部活はみんなでやってくれよ。ケイちゃんがリベンジ熱望してたってんで、今日はせっかくこの間の推理ゲームにしたってのにな。ケイチさんにはリターンマッチに臨む熱いハートはありませんですの？情けないですわね。ケイチ、具合悪そうです。かわいそう、かわいそうですよ。ごめんな、みんな。じゃあ。
とにかく作家のモチベーションってものを理解してないんだよ彼は。タイアップの話だって口約束なんでしょ。そんなにそりが合わないならきっぱりお断りしたら。助け合いの世界だからお互い様だとは思うんだけど、これじゃ仕事にな。よし、少し見えてきたぞ。Thank you.
あ、話中ごめん。ちょっと聞いてもらっていいかな。どうしたの、ケイチ。お願いがあるんだけど、聞いてほしいんだ。その、もしもだよ。ケイチ、急ぎの話じゃなきゃ後にしなさい。お父さんとお母さんはちょっと今、急ぎの話をしてるんだ。もしもだよ。俺が死んだらさ。死んだらさ。俺の部屋にある時計、あれを棺に入れてほしいんだ。あの時計、工作の授業で作ったお気に入りなんだ。頼むよ。どうしたの、ケイチ。何かあったの？俺さ、明日は早くに学校に行きたいから、もう寝るよ。おやすみ。